皆さんどうもこんにちは、めいです。今回は髪の毛を切りに行きたいと思います。イエイ。でちょっとカラコンもさしてなくて出品の状態なんですけど、まあ美容院なのでね、出品でいいかなと思って出品で行きたいと思います。そして髪の毛を切るのでもうノーセットな状態ですね。朝起きてそのままみたいな感じなんですけど、早速行きたいと思います。今ね40分ぐらいかなで50分に家出ないといけないんですけどね、ちょっと時間が結構やばいんですけど、早速向かいたいと思います。レッツゴー。はい、こんな感じになりました。で店員さんが本当にすごいいい人でめっちゃ良かったです。私が注文した、なんか前髪の注文の仕方は元からね薄くしてたので、その薄くしてる部分で切ってくださいって言って切ってもらいました。じゃあ前横後ろこっち側をまず一旦見せていきたいと思います。はい、前はこんな感じです。次横です。はい、こんな感じに切ってもらいました。切ってってお願いし、こんな感じにしてくださいとお願いした写真はこんな感じです。サファリでボブみたいな感じで調べて出てきた画像なんですけど、こんな感じでこれを見せてこんな感じにしてくださいって言いました。私は、はい、でなんか最後にあのアイロンやってほしいですとか言ってないのにアイロンをねしてくださって、もうしかもすいてくださいとも言ってないのに、隙間すいてもいいですかみたいな感じで言ってくださって、あお願いしますって言ってめっちゃ軽い感じになりました。はいじゃあビフォー、今日の朝撮ったやつとアフターです。ちょっと比べましょう。バン、こんな感じです。めちゃくちゃ変わったかな、印象が。こんな感じですね。はい、今回はこんな感じで終わりたいと思います。ちょっと短くですみませんでした。ではまた他の動画でお会いしましょう。バイバイ。せーのパチッ。